ドン。ピチピチ。おじさんです。さあ、やってまいりました。本日やるのはこちら。ピチピチおじさん肉体改造計画。半年後にはマサトみたいな体になってる初の途中経過。本日はですね、12月4日、1ヶ月あれから経ちました。9、10とね、プチ増量しまして、11月はプチ減量、そして今体はどうなってるのと、そういった動画となっております。万が一初めて、この動画にたどり着いた方、私ピチピチ嬢さんは一体何をやってるのかというのはですね、下の概要欄に貼っておきますので、そちらの方を見て確認してください。まあ、簡単に言うとですね、私のような、アラフォーのピチピチおじさんが単純に皆さんに自分の体を見せつけたいだけの動画となっております。バン、変態なんです私は。はい、変態なんです。そんな変態を押し出しちゃう。ただいまの決まり手、押し出し。つまんねえ。ピチおじ朝からつまんねえよ。まあ、そんなことはね、どうでもいいんだよ、ピチおじ。相変わらず話が長えなと。早く体を見せてみろと。どんな体になってんだよと。はい、お見せいたします。皆様、ご確認になってください。ピチピチおじさんの体、見せてちょうだい。こんな感じ。よいしょ。ズドン。はい、こんな感じです。なんと言ったらいいのかわからない。ちょっと時間経っちゃったんですけど、一昨日にインボディというね、いつも取っている体脂肪率とかね、筋肉量とかわかる、測定器があるんですけど、そちらもちゃんと取ってきましたので、はい、インボディの結果がこちらになります。はい、インボディ取った時はね、一昨日なんですけども、73.7kg なんですね。先月1ヶ月前の体をちょっと、今から紙で比較していきましょう。どんな感じになっているのか。その前にすいません、死んじゃうね、ピチオジ。服着させてください。はい、ということで比較していきましょう。全部を全部見てしまうとね、長くなっちゃうんで、ざっくり、はい、やっていきたいと思います。紙だけ載せて、何秒か載せますんで、気になった方はそれを見てください。まずはですね、前回のね、体重が 78.7kg、筋肉量が 65.2、体脂肪量 9.8 なんですね。で、今回はですね、体重が 73.7kg で、筋肉量が 61.2、体脂肪量が 8.8kg です。4kg も、筋肉量が減っている！ Oh no！ 嘘でしょ？まあ、体重は5kg減りました。これちょっとすいません。当初の予定はですね、78.7 の、5% 落とすなんで、約4kg なんです。3.9 点なんぼだったんで、まあ、約4キロにしてたんですけど、74.7 だったんですね。予定だと。それよりマイナス1キロ落ちてるんで、ちょっと落としすぎたんですね。体重は。5% よりちょっと上行っちゃったんですけど。これちょっと反省すべき点なんですけど。それよりもですね、体重が5キロ減ったことより、問題ないはですね、筋肉量が4キロも減ってるんですね。今回のその減量の目的としては、体脂肪を落として、筋肉量を頑張って維持するだったんです。で、筋肉量が減るは減るんです。確実に。減るは、どんなに頑張っても減るは減るはずなんですけども、まさか4キロも落ちると思わなかったですね。で、重量は別に変わってないですね。今前やってた重量と、別に重量落としてやってたわけじゃないんで、筋トレを。で、筋トレも週5、6やってて、ちょっと手首痛いんで、先週だけダンベル使った筋トレを週2回で自重を2回になっちゃった。だからちょっと4回になって自重プラスになっちゃったんですけども。それにしても、筋肉量が4キロも落ちた。これはちょっと意外でしたね。もっと少なく抑えれると思ってたんで。で、体脂肪率。で、これ体脂肪率が、先月は 12.4% だったんですね。で、今回が 11.9% なんです。0.5 しか落ちてないんですね。これもどうしたもんかと。だからほぼ私筋肉量が落ちてるんですね。減量して。これもちょっとびっくりしたんですよ。0.5 しか落ちてないで筋肉落ちてるんかいと。
ボディメイクむずむず筋トレむずこれはちょっとね、私はショックですね。こんなにしか落ちてないんだと。これですよ、皆さん。ここなんですよ。これじゃダメなんですよ。体重がマイナス5キロになろうが、筋肉量4キロ減って、体脂肪率が 0.5% しか落ちてないんだって意味がないんですよ。ダメなんです、これじゃ。これはちょっとやりましたよ、私。で、部位別筋肉量を見てもらえればわかると思うんですけども、両腕の筋肉量と体幹の筋肉量も落ちてるんですよ。前は高い高い高いですね。高い高い高いだったんですけど、標準標準標準になっちゃってるんです。筋肉量落ちてるんです。足もちょっとやっぱ落ちてるんですね。うん。で、体脂肪量は、腕の脂肪量低いは変わってないんですよ。なんか前回の方が数字は低いんですよね。体幹周りの体脂肪量は減ってんですね、前より。足の体脂肪量は、まあ落ちたいです、体脂肪量ね。で、体重調節はなし。で、栄養評価は全部一応良好。筋肉均衡も均衡。内臓脂肪量はレベルは3。だから前回と変わってないです。で、骨格筋量が 39.4 だったのが今回 37.1。基礎代謝量も食べてないんで変わってますね。前回は1859キロカロリーで、今回1772キロカロリーだけダメだった。腹回りが 81.1 だったのが 75.8。骨ミネラル量は 3.72 の、3.6。この辺はまあいいか。っていうことですよ、これ。ダメなあれだね。思ってたのと違いましたね。体型評価。100点中前回92点だったのが今回88点になります。アスリート筋肉型のところにあったのが、アスリートから落ちて筋肉型になりました。難しいっすね。まあ、一応、筋肉量が減った原因で考えれるのは、一応ね、土日は有酸素運動したんですよね。朝一で。体脂肪落としたいから。まあ、30分しかしてないですけど、土日で8回あったのか。で、最後の2回ぐらいは、1時間とか1時間20分走った時もあったんですよね。ちょっとどんなもんか走ってみたかったんで。と、プラス、この間登山したんですね。7時間歩いたとか。まあ、そういうこと。あと、普段のバイトが一応、有酸素運動みたいなことになる可能性がありますよね。軽い引っ越しとか。そういう系やってるんで、重たい荷物持ったりとか運んだりとかしたり、階段作業たまにあったりとかもするんで。まあ、それのバイト抜かしたとしても、まあ、ちょっとそっちをやったっていうことですね。で、それが少なからず影響しているのか。そんなに影響してないと思ってたんですけど、もしかしたら影響してるかもしれない。食事は、増量中の時は、白米を 200g 取ってたのを今回、玄米で 150g しました。先月の増量期の時は、もも肉を食べてたんですね。120から 130g。で、今回は鶏の胸肉を 110g ぐらいから 120g ぐらい。タンパク質の含有量的にはそんな変わってないはずなんです。で、先月は、間食で、お餅食べながらプロテイン。で、今回の減量期はお餅を除いて、プロテインだけ飲んでました。で、食事は別に変わってないっちゃ変わってないです。ご飯の種類とご飯の量だけ減らしただけで。あとは、間食抜いただけなんで、もうそれ体重は落ちますよね。今回初めて増量期で取ったのと減量期で取ったものを、測ってる。だから次、また12月、1月と増量してみて、2月減量してみるんですけども、これと同じことをもう一回やった方がいいのか、全く有酸素はやらないでやるべきなのか、それとも食事をしっかりもうちょっと考え直してとか、カロリー計算とか、ね、次からはちゃんとそれをやるべきなのかっていう感じですかね。だからこれあれですね、むやみやたらのダイエット。特に計算もせず、ただご飯を食べない、筋トレもしないでとかいろいろやってて、体重だけ落ちた、やったーってなってたら、私みたいに筋肉量が減って体脂肪はあまり落ちないっていう可能性が出てきます。私はそれなりに筋トレとかして筋肉量落ちるわけですから。むずいむずいむずバンこれはちょっといろいろ問題です。まあ、痩せた感じではありますけどもね。だからこの数字的にインボディの点数、体型評価で言うと落ちてしまったということですね。はい、あ。っていうことですかね。だから、まあ、結局、12月1月増量しますよね。それで筋肉量が 61.2 からまた、バッと前回の 65.2 より増えてればいいんですね。で、減量した時に、どれぐらい、だからもうこれの繰り返しですよね。ってなると私は一体いつマサトさんみたいな体になれるんだっていう。だから次の増量の時にはこの 61.2 の筋肉量これをまた増やさなきゃ。だから11月段階のこの 65.2 の筋肉量を超えてればまだいいんですね。でそこで初めてもう一回減量の時に考えるっていうことですかね。ピチピチおじさんの体改造計画3ヶ月目の経過報告ですかね。以上となります。また皆様こういう報告動画がありましたらぜひよろしくお願いいたします。
とりあえず食べてなかったものを食べる。それではまた。ボディメイクムズ、筋トレムズ。